とですね、なんかですね、ちょっとね、近くのね、あるところにね行ったらね、なんかね、あれ、テイスさんじゃないですかなんて言われちゃって、私あれですよ、高校の時のねテイスさんの同級生ですよなんて言われちゃってね、あそういえばあなたなんてね、そんなことがあってね、いきなりですよ、そういえばテイスさんね、テイスさんなんかいろいろ教えるのがうまかったから、そんな私教えるのうまかったですかね、ほとんど高校時代なんかね、いわゆる陰キャってやつですからね、ほとんどね、他のね、生徒とね口なんか聞かずね、教室の隅っこでね一人で弁当食ってましたから、そんなね教えるのがうまいなんてね、そんなことはね、多分ね微塵もないはずなんですけれども、なんかね教えるのがうまいからちょっとね先生やってくれなんて言われちゃって、はいやりますか、何ですか、なんだっけ、ビート天使のオールナイトニッポン、でんてでんてんてでんてれんてってってれれってってれってってれれってってれ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 ってんてん、ということでね、そうなんですよ、なんかね、先生やってくれなって言われちゃって、で、あれなんですよ、いいですか私なんかでって言ってね、なんか何ですか、私なんて教えられる教科なんてねほとんどありませんよなんつってね、算数はからっきしだめ、国語はまあまあまあかな、まあ社会なんだ、歴史はちょっとな、まあ、好きだけど歴史で受験してないですからね、私はね、なんか地理に逃げたんですよね、あのね、教科書をね、入試の時ね、比べてみたんですよ、厚さをね、そしたら、日本史とか世界史とかね、分厚いでしょ、でね、なんか地理見たらね、なんかその半分ぐらいしかないんですよ、なんでこの半分を覚えちゃえば、いいのかよみたいな感じでね、でほら、私電車が好きですから、例えばね、ほら、秋田県のね、大館市とかね、あと何ですか、例えば、肥前山口駅とかね、あとは、何があるかな、群馬県のね横川駅とかね、あとは、いろいろあるんですよね、おといねっぷ駅とかね、そういうの知ってましたから、これ地理はね、要はね、趣味と実益を兼ねてるというか、あだからいいだろうなんつってね、で地理をね受験してみたんですけれども、結果としてね、何ですかね、正解だったか失敗だったかそれはよく分かりません、まあ一応ね希望の大学には入れたんで、いわゆるね、ビートたけしさんがね中退した学校ね、そこに入れましたから、バカ大学ね、そこに入れたんで、まあ、よかったんでしょうけれども、ただね、私ね、そのね地理だとね、要は受けれない大学があることをね知らなかったんですよね、それでさあなんてね、あれですかっつってね、一応慶応でも受けてみるかっつったらね、慶応はい地理、受験科目にありませんでした、はい、で早稲田大学、はい早稲田大学の、政治経済学部と、確かねなんだっけな、政治経済学部、商学部、法学部、みんな、地理は除外されていました、なんでこんな除外されるのかってね思いましたけれども、多分ねやっぱりねあれですね、一流大学っていうのはねやっぱりその辺を見てるんでしょうね、多分ね地理とか政経とか入れちゃうとね、多分この教科書の薄さにね、心を奪われたね、軟弱者がね、多分そういうやつが受験してくるから、ただね社会は、世界史か日本史かどっちかなんてね、っていうことになったんでしょうね、それでね、それで、受けれる大学を探したらね、明治大学とかしかなかったんですよね、あ明治大学って言っちゃいましたけど、まあいいでしょう、バカ大学ね、それで、でですね、なんですか、要はね、何を言おうとしたんだっけな、要はね、二重橋のね、あれなんですよね、二重橋のね、オフィス来たのね、私ね、これ要はね、オフィス来たのにね、二十何年勤めたんですけどね、感謝の一言すらなかったですからね、とりあえずありがとうございましたみたいなのなくね、退職金もね、まともにね、もらえずですね、なんかね、もうお前はね、来なくていいなんて言われちゃってね、でね、これ以上来たらお前ね、あれだからな、訴えてやるからななんて言われちゃってね、脅されたんですからね、ひどい、本当ひどいやつらですよね、だからね、これから毎日ね、こうやってね、オフィス来たのに対するね、リベンジはねこれもうずっと続くんですよね、だからねあれですよね、本当にね一日も早くね体調をね、崩していただきたいなと思うんですよね、だからあれですよね、もうあれかもしれないな、しょんべん小僧じじいなんかねもう怖くてね会社のトイレ行けなくなっちゃったりしてね、それで自分のねなんかね偉そうにね役員部屋みたいなのあるんですよね、そこにねなんか紙瓶かなんか置いちゃってね、で間違えて花瓶置いちゃってね
花瓶だか市民だかどっちに入れたか分かんなくなっちゃってね。で、師匠がね、お花をいけましょうか、なんつってね。で、じゃあこの花瓶に、なんてね。それで花をいけてみたらね、なんか匂うんですけど、みたいなね。なんかアンモニア臭が、なんてね。よく見てみたらなんかね、水が黄色くなっててね、キャーなんてね、言われちゃってね。この人何やってんですかなんてね。もう信じられませんなんつってね。もうあれですよね。もう派遣会社通じてね、もう強烈なクレームが来ちゃったりしてね。それでね、なんてね、もう手が滑っちゃってね、その花瓶をね、ポローンってなって落としちゃってね、たらしぶきがね、今度はね、天下りのね、口草じじいにね、かかっちゃってね、うん、甘いなんて言っちゃってね。君ちょっとあれじゃないかなんてね、健康診断にもう一回行った方がいいんじゃないかなんてね。うん、でも君のはいい味をしているなんてね。これからホテルに行こうなんつってね、やっちゃったりしてね。ということで、はい、そろそろ終わります。